Atlantis Bolivia Organization official website writes about Moschus regions as follows. In the vast areas of the Beni and Moschus regions of Bolivia, there exists evidence of a little known and long lost culture which lived on artificially constructed mounds on a large plain and who also constructed long straight canals and causeways as well as artificial lagoons of immense size. Natural lagoons formed by oxbow lakes were also utilized and canals dug to give an access route from nearby rivers such as the Rio Mamore with many smaller channels interconnecting different oxbow lake systems. Similar works have been detected along the rivers Paraná, Paraguay, and Amazon.今ご覧いただいているのがボリビア・ベニにありますモシホースの人造湖です。長いのになりますと20キロ近くあります。平均して4キロから5キロ。そうした人造湖が数千個あります。土手の幅だけでも100メートル前後あります。まあ平地にですね、土手を作ってその中に水を溜めたということになっています。まあこれをですね、人間が作ったと考えるのは無理なのではないでしょうか。一般的には ET が作ったという証拠がないから人間が作ったというふうに考えられていますけども、逆ではないでしょうか。人間が作ったという証拠がないならば、ET が作ったと考えて、どうして間違っているというのでしょうか。湖だけではありません。このような人工の運河も発見されています。まあこれをどう考えたらよいかということですね。まあこうした人造湖がですね、ボリビアには数千個あるということです。これが皆さん、事実です。ということで、続く動画をどうかご覧になってください。According to clay tablets, which had been translated by Zekaria Shuchin, they write about the another version of human history as follows. 430,000 years ago, Earth's climate mellows. More Anunnaki arrive on Earth. Among them is Enki's half-sister Nifusag, chief medical officer. 416,000 years ago, as goat production falters, Anne arrives on Earth with Enlilu, the heir apparent. It is decided to obtain the vital gold by mining it in southern Africa. Drawing lots, Enlil wins command of Earth's mission, Enki is relegated to Africa. On departing Earth, Anne is challenged by Alalu's grandson. 4,000 years ago, seven function settlements in southern Mesopotamia include a spaceport, Shippal, mission control center, Nippur, a meteorological center, Shulpak. The ores arrive by ships from Africa. The refined metal is sent aloft to orbiters manned by Igigi, then transferred to spaceships arriving periodically from Nibiru. Today's story starts from here. ゼカリア・シッチンが解読した年度版地球年代記には次のようにあります。43万年前、地球の気候は温暖だった。さらに多くのアヌナキが地球に到着した。その中には延期の2分の1姉の医療主任だったニンフルサグもいた。41万6000年前、
金の生産が落ちてきたとき、アヌがエンリルと共に地球に到着した。彼らは南アフリカで鉱脈を掘り、金を積極的に入手することを決定した。エンリルは地球隊の司令官となった。エンキはアフリカへと追いやられた。地球を去るとき、アラルの孫によってアヌは攻撃された。40万年前、南メソポタミアの7つのミッションコントロールセンターには、宇宙飛行場のシパール、宇宙基地のニプール、チキンセンターのシュルパックが含まれていた。鉱石が南アフリカから到着した。イギギの有人探査機に精錬された金が運ばれ、そこからニビルから定期的にやってくる宇宙船へと移された。今日の物語はここから始まります。広し林、浜松セリージャパン。まず、シパールと南アフリカのフェルヌクパンの不思議な関係について説明します。ニプールがミッションコントロールセンターであるとするならば、シパールはその空港ということになります。これがシパールです。現在は廃墟になっていて、まあ、こうしたアーティファクトがいくつか見つかっているに過ぎません。シパールで見つかったアーティファクトです。そのシパールから南アフリカのフェルヌクパンに線を引いてみます。中心点から左下の方に引いていきます。その線はアフリカ大陸を横切って、そして南アフリカのフェルヌクパンへとやっていきます。右上がシパール、左下がフェルヌクパンです。で、このラインに注意してください。私がグレートトライアングルと呼んでいるフェルヌクパンの三角形です。色をつけてみます。この三角形の右上ですね、に注意してください。緯度経度はここに示しておきます。この黄色い線がシパールから引いてきた線です。その線はグレートトライアングルの向かって左側の斜辺を正確に横切ります。すなわち、グレートトライアングルの向かって左側の辺は正確にシパールを示していることになります。もう一度やってみます。皆さん自身で確認してください。ここの緯度は南緯 30.000000 です。次に南アフリカのフェルヌクパンとポポカティペティの関係を説明しておきます。ポポカティペティというのはティオティワカンのすぐ近くにある山です。緑の線がポプカティペティから引いてきた線です。その近くにティオティワカンがあります。そして赤い線はフェルヌクパンから引いてきた線です。南極点につないでみます。その間の角度は正確に 120.00 ということになります。まあ、こういう関係にあるということです。となると、南アフリカのフェルヌクパンのグレートトライアングルの向かって右側の斜辺はどこを指しているかということになります。そこで慎重に注意深く線を引いてみます。この黄色い線がその線です。その線を先に伸ばしてみます。その線は一度大西洋に出た後、再びアフリカ大陸を横切ります。そして私がブロークンアローと呼んでいる山へやってきます。矢のような形をしていますから、私は勝手にブロークンアローと呼んでいます。これがその山です。黄色い線はそのブロークンアローの先端部をかすめます。そして横線はナスカから引いてきた線です。ナスカのグランドクロスの中心点から引いてきました。つまり、このブロークンアローは正確にナスカの方向を示していることになります。
黄色い横線に注意してください。で、その線をナスカに引いてみます。向かって右側からブロークンアローの線です。そして上からブルーのラインがポカティ・ペティから引いてきた線です。そしてナスカのグランドクロスの上で正確に横切ります。注意深くご覧ください。右からブロークンアロー、上からポカティ・ペティです。そしてこれらの2本は正確にグランドクロスと重なります。横線はブロークンアロー、縦線はポカティ・ペティです。つまり、ナスカのグランドクロスはですね、上へ行けば、北へ行けば、ポカティ・ペティ、東へ行けば、アロー山へ向かっていることを示しています。もう一度繰り返します。横線はアロー山からの線です。そして、縦線は、ポプカティ・ペティからの線です。ティオティワカンはそのふもとにあります。こうして、それぞれの線がつながっていきます。で、ここで大変興味深いものを皆さんにお見せします。このフェルヌクパンの一角には、奇妙な、絵があります。それをこれから皆さんに紹介します。向かって右寄りにそれが現れてきます。右寄りの方です。ここです。右寄りにエイリアンらしき人物の顔が描かれています。周囲に無数の線が描かれているところを見ると、これは自然にできたものではないと私、林博士は判断しました。顔が大変よく似ています。そしてその顔は UK で現れたクロップサークルの顔と一致します。つまりフェルヌクパンのこの顔はまさしくエイリアンの顔ということになるのではないでしょうか。話を先に進める前にここまで話してきたことをまとめておきます。シパールから南アフリカのフェルヌクパンのグレートトライアングルに線を引きます。その線はグレートトライアングルの向かって左側の辺と正確に重なります。そして右側の辺はまっすぐ伸ばしますとブロークンアローへと繋がっていきます。そのブロークンアローから線を引きますとその線は、ナスカのグランドクロスの横線と重なります。そして縦線は、ポポカティペティからの線です。ポポカティペティのふもとにティオティワカンがあります。そして南極で見ますと、ちょうどポポカティペティとフェルヌクパンの経度差は120度ということになります。120という数字がここでも出てきました。つまり、これらはこのような関係にあるということです。先ほど見ましたように、フェルヌクパンの緯度は南緯 30.0000 です。話を先に進める前に、大変興味深いものを皆さんにお見せします。エチオピアのラリベラに案内します。ラリベラです。ラリベラには岩をくり抜いて、上からくり抜いて作られた教会が建っています。全部で11箇所あるそうです。現在は空に覆いがかけられ、空からはその形を見ることができません。これがラリベラの教会です。その教会の屋根には奇妙な模様が描かれています。この屋根の模様に注意してください。十字架をかたどって作られたものであると説明されています。十字架をかたどって作られたものであると説明されています。二重枠の中にブルーの十の字が彫られています。が、これと同じものがメソポタミアでも見つかっています。ゼカリア出陳の書いた本の中にそれが紹介されています。
この今矢印で示したのが、シパールを示すシンボルマークということになります。シパールの方角を示す、まあ、言うなれば、道路標識ということになります。その標識と、先ほどのラリベラの教会の屋根の模様と比べてみます。左がラリベラの屋根の模様です。右がシパールを示す方向指示の、まあ、シンボルということになります。その形は正確に一致しています。黒い部分に注意してください。二重枠になって中心部にブルーの十の字が切られています。つまり、左のこのラリベラの模様は十字架をかたどって作ったものではなくて、それ以前のシパールを模して作ったものだということになるのではないでしょうか。この間には4000年近い年月が流れています。正確には4400年です。キリスト教が生まれる遥か以前にすでにこの模様が書かれていたということです。そして同じ模様がラリベラの教会の屋根の上に表現されているということです。まあ、まことしやかなこのような説明がなされていますけども、後の判断は皆さんにお任せします。ラリベラの教会は、近年って言いますかね、12世紀に作られたと言われています。もう一度比較してみてください。左がラリベラ、右がシパールを示す標識ということになります。現在は覆いがかけられていて空から見ることはできませんが、そのラリベラはシパールとフェヌクパンをつなぐほぼその直線下にあります。つまり、ラリベラの天井、屋根はですね、シパールの方向を示しているものと、私、林博士は推察しています。話を元に戻します。ブロークンアローです。上の方に見えるのがブロークンアローです。赤枠で囲ってみました。これがブロークンアロー、残ということになります。その左下の方にドゴン族でよく知られているマリがあります。そして、このブルーのラインはフェルクパンから引いてきた線です。その新直線下に大変奇妙な大地が広がっているのがわかります。この黄色い丸で囲んだ部分です。この線の長さだけでも140キロあります。無数の平行線が並んで走っているのがわかります。これは人工的に作られたものなのか、それとも自然によってできたものなのか、もちろん地上に降りてみても何もわからないと思います。宇宙から見て初めてわかると思われます。が、これと同じ大地がアフリカ大陸の南の方のツオディロというところにあります。これからそのツオディロへ皆さんを案内します。上がブロークンアロー、下がツオディロです。このツオディロには総延長5万キロと言われている、まあ現在人工運河ではないかと疑われている大地が広がっています。これがその大地です。無数の平行線が走っているのがわかります。ツオディロの大地を見ていただきます。この長さだけでも740キロあります。平行線が無数に走っているのがわかりますね。まあ、このような形で大地を潤い豊かなものにしたと考えられます。左がツオディロ、右がブロークンアローです。南アメリカの猛暑を例に挙げるまでもなく、古代のエイリアンたちにとっては、この程度の土木工事は何でもなかったものと思われます。再び
フェルンクパンの話に戻ります。フェルンクパンにはこのような直線の他に奇妙な螺旋模様が無数に描かれています。この螺旋模様について2000年になってから近くの農夫が灌漑のために作った螺旋であると言われています。実際2000年以前の Google Earth で見てもこの螺旋模様はありません。つまりこの螺旋模様は人間が作ったものということになっています。私も一度はそれに納得しました。が本当にそうでしょうかということになるわけですね。で、テキサス在住のビリーさんという方がですね、大農園を経営していますけども、こんな灌漑施設はないと言って私に教えてくださいました。で、ここまでならこれは謎ということになりますけども、同じものがアフリカの別の場所で見つかっています。これから皆さんをその場所に案内します。フェルンクパンから離れて、そして北の方に行ってみます。この上のところですね。そして同じものがここにあります。ブルーのラインの先端に注意してください。少し見えてきたと思いますけども、ここですね。注意深くご覧ください。同じように無数の螺旋模様が描かれています。この辺りは大平原で灌漑しても意味がないわけです。無数の野生動物が住んでいますから、畑作には向いていません。左が、まだ場所の名前すらわからないところの螺旋模様です。メインがフェルンクパンの螺旋模様です。間の距離は552キロあります。となりますと、フェルンクパンの螺旋模様は誰が、どうして、どういう目的を持って作ったのかということになります。そして、それと大変よく似たものが、UK のクロップサークルとして現れています。これは、暗号ということが分かっています。が、しかし、やはり同じように、螺旋の上にですね、暗号を仕込んであります。共に螺旋模様であるという点で共通しています。先ほどフェルンクパンに書いてあったエイリアンの顔と比較してみてください。そしてその横に同じような螺旋模様があるということになります。これは偶然なのでしょうか。もう一度ゼカリア湿疹の地球年代記のこの部分を読んでいただきたいと思います。金の生産が落ちてきたとき、アヌがエンリルと共に地球に到着した。彼らは南アフリカで鉱脈を掘り、金を積極的に入手することを決定した。エンリルは地球隊の司令官となった。エンキはアフリカへと追いやられた。地球を去るとき、アラルの孫によってアヌは攻撃された。以上が皆さんに今日お伝えしたかったことです。エイリアンたちはもうすでに46万年前からこの地球をたびたび訪れていたということになりますが、ただ年代については単位そのものが違うのではないかと私、林博士は考えています。地球の単位ではなくて彼らの国の星の単位ではなかったかということです。それはともかくも私たちの地球はですね、このようにたびたびエイリアンたちの訪問を受けていた。その証拠が世界各地に残っているということになります。Bye for now. Thank you.